ロンバルディアコロシアムよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第22節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。これはチャンスだ。出た。いいボールですよ。シュート。エクセレントゴール。開始早々早くも1点を奪いました。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。おっと、足がかかった。イエロー覚悟のプレーでしょうか。もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。おっと、ファールを取られました。これは危険だ。センタリング、ハイボールを競り合う。いいパスが出た。チャンスボールになるか。上げてきた。前が空いた。これはファールです。さあ、どちらがボールを支配するのか。
半30分経過。これはちょっと危険なプレーでした。さあここからどう攻める。エリアの外から狙った。いいボールが出た。中へ放り込む。ヘッドでパスを送る。コーナーキックになります。さあチャンス到来。シュート。もう一度見てみましょう。彼は本当に視野が広いですね。スペースができている。スローインです。最後のところで崩せない。ヘッドで。シュート。コーナーキックになります。ゴール回しに嫌われた。味方を探してますよ。フォローが遅いですね。おっと、前半終了の笛です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は3対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半開始の笛です。ここからどう攻める。戻して、ピッチを優雅に徘徊します。放り込んできた。おっと、足がかかった。ゴール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 、決まった。得点は4対0。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。後半10分経過。ふわっと上げる。いいパスが出た。
これは危険だ。ここで折り返す。ボールが宙をさまよう。おっとファールを取られました。彼ならゴールを期待できそうです。浮き球を放り込んで合わせてくるかもしれません。オフサイドフラッグが上がる。ヘッド。ちょっと危険なプレーでした。選手の交代です。ここは集中しなくてはなりません。ここから打つのか。これはコーナーキック。さあチャンス到来。コーナーキックになります。さあチャンス到来。点は4対1。スロー VTR でご覧ください。ドリブル。ナイスファイト。スイッチ。よく見てますよ。折り返した。主審笛を吹いた。これは悪質なタックル。退場です。シュート。果敢にスライディング。
ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。圧倒的な強さを見せつけました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。